はい。ここで、強みのまとめをしていきたいと思います。強みの発掘、4ステップを行っていただきましたけれども、どうでしょうかね。ワークの方をしっかり行っていただけましたでしょうか。そして、最終的にどういうふうにね、強みを考えていくかというお話を今回はしていきたいと思いますで。理想形はなんですけれども、右上のターゲットの四角の横を見てもらえますでしょうかね。何々といえば〇〇だよねと。〇〇っていうのがあなたの会員制の名前とか、会社の名前、 になって欲しいんですねね、例えば、ね、スモールビジネスのウェブ集客といえばこの間だよねっていう風に言ってもらえるっていうのがゴールになりますねゴールになりますでここを目指すためにはしっかり強みっていうのを考えていかないといけないわけですで単にこう部分的に断片的に武器って何だろうな競合これだよねとかターゲットこれでしょってやっててもまとまりがなくなってしまって結構メッセージっていうのはねぼやけて、ね、色がつきにくいんですよね なので、この強みのまとめシートを使っていただいて、これはね、スライドはね、ダウンロードできますので、こちらね、印刷してもらうなりですね、まあ、こちらメモを取るなりでもいいんですけど、こういう形で考えてもらう。一つの、また思考ツールとして使ってみてください。これは、ターゲット、武器、競合、強みってありますけど、今回ね、強みの発掘なので、強みを決めたいわけです。で、ターゲット、この人、武器、これだな、競合、これだな、っていう、一つの確認作業をしていってほしいんですよ。 例えば右からね、左から分かりやすく言っていくと、まあ、武器っていうのを考えてもらいましたよね。過去の独自の資産っていうのを考えてもらいましたけども、それって、まずそもそも理想とするターゲットの人に価値ありますかということですね。価値がありますかということを伝えて、まあ、伝えられ、伝えた時に価値ありますかということですね。はい。これは武器とターゲットの関係になりますね。 で、その武器を強豪は持っていないかってことも考える必要があります。武器を強豪持っていないか、強豪も同じように持っていたら、あんまこう武器にはならないなということです。で、まあ、延長として強みにはならないので、しっかりこう確認してくださいと。で、次なんですけども、武器と強みの間の質問ですね。武器があって、まあ、強みがあるわけですけども、その強みっていうのをね、表にこう言っていったときに、 その武器ですよね、独自の資産って強化されますかってことですね。独自の資産は強化されますかということです。例えば個別サポートがね、まあ、強みなんですよって言ったときに、この強みっていうのがね、まあ、武器として個別サポートをずっとやってきたみたいなね、自分自身の経験としても個別サポートの重要性を分かっているというふうなことで、サービスとしてでこう打ち出すときに、強みは個別のね、真摯なサポートですよ。 って言った時にそれをずっとずっと強みとして言い続けたときに、どん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 個別サポートという資産の武器が強化されていくかということなんですね。これが、まあ、この相関関係というか、がないと、これ、強みっていうのは、いずれ真似されちゃうわけです。いずれ真似されちゃって、まあ、 どこももかししここ似た表現になってしまうわけですね。これは非常に概念的に難しいことなんですけれども強みこれですよって言った時に強みをずっと、ね、やってビジネスをしていく時に武器も同時に強化されていかないと真似されちゃいますよってことですね、まあ、難しいかなと思いますちょっとレベルの高いかなと思いますけれども武器はしっかり強化されますかということですこれが一貫性があるよということですね で、まあ、その強みが、強豪に勝てる、負けるってことですね。その強みを打ち出したときに、強豪に、勝ってますか、劣ってますか。勝ってたら、また、このターゲット武器っていうのをまた考え直さなきゃ、これをぐるぐる考えていかなきゃいけなくなっちゃうので、この一個一個のね、質問をしていきましょうということです。質問をして、うんっとね、こう、派手なマークが頭に浮かんでしまったら、もう一回やり直しということで、実践していただければなと思いますので。 で強みをターゲットに投げかけたときに、ターゲットっていうのは具体化されていますかと、ね、?20 代女性じゃなくて、20代でどういう職業を行っていて、どういう状態の女性なのかとかね、いうことを具体的に言ってますかという、このね、全部で5つの質問に答えられるようになってくると、何々といえば〇〇だよねっていうね、完成しますので、もう一度言いますね。この、断片的にやってちゃ意味ないと。 ターゲット、武器、強み、強豪というのはそれぞれ相関して全部一貫してつながっていないと強みにはなりえないんだよということですね。で強みの明確化なんですが武器というものがターゲットにとってもちろん価値あるものでその武器を強豪が持っていなければ強みになりますで。先ほどの図だとちょっと難しくなってしまったと思いますのでこういうことなんだよということで理解しておいてください。今、 分析していただいた武器がターゲット価値あるもので、その武器、同じような武器を強合が持っていなかったら強みとなり得ますよということですね。で、強みのまとめということで、こういうふうに落としていってください。ターゲット、よろしいでしょうか。ここにターゲットを書いてくださいね。ターゲットに向けて、武器っていうものですね。分析していただいた武器、過去の独自の資産っていうものを、こういったもの、こういったもの、こういったものを使うことで、ターゲットがベネフィットを感じると。 ターゲットの人が喜んでくれること、でなおかつそれっていうのは競合にはないんだよ。この4つが揃ったらそれは強みとなりますのでここまで言えないうちは何回も何回もですねこの強みのまとめのシートを繰り返し考えてみてください。